はい、こんにちは。今日はね、コールオブデューティーモダンオフェアをプレイしていきます。これ、アルファテストかなということでね、よろしくお願いします。さあ、で、今回は2対2のね、なんか1回死んだら終わりモードみたいな感じのやつがね、ありますね。なんかまあ別のゲームでね、似たようなモードやったことあるんだけど、まあ、コールオブデューティーでは初ということで、早速プレイしていきましょう。さあ、来ました、マッチング開始。次のマップは何種類ぐらい、まあこれなんか5、6種類はあったのかな、まだ全部やってない。パイン、バトルゾーン、ガンファイト、いいねこれね。この森のマップ、こういうマップ好きだわ。こういうなんかの木とかにね隠れたりする感じがいいね。お、しかも MP7 じゃん。何これ、なんかストックの部分、フロアンダーレールマウントでバーティカルフォアグリップに、ストック、これデフォルトのやつじゃないね。ストック入れ替えても結構カスタムした MP7。 ホロサイトつけて、さあ左から、左だね、いるいる、あ、いけ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 、頭当ててグーで、ラウンド勝利。いいね、味方がかなりいい位置にいてくれて、カバー入りやすかった。めっちゃ頭当ててっしょ。さあ MP7 使ってるじゃん、負けられないぞ。まっすぐ進んで、いまいちな、まあ、あの奥にしかいないよな。お、ちょっと、ま、味方がやられた。距離を詰めて、索敵、姿が見えない。あ、右かな、あ、ちょっと左、いた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 、はい、一人やって、奥にいる。おっと、リロード挟んで、はい、危ない危ない危ない、めっちゃ走ってた相手、ガンダッシュしたらこっちに。まあね、街で構えてる方が絶対早いからな。うわ、モデル680だ。ショットガンか。いや、ショットガン苦手なんだよな。でもなんかこのゲームのショットガン、すごい遠くでも当たるんだよな。かなり、チョーク絞ってるっつうか。すごいなんか、遠くでもガンガン当たる。まあ、スナイパーライフル並みに当たる。ちょっと言い過ぎか。さあ、フラッシュ投げて、あ、これ距離詰めた方がいいかな。さあ左から距離詰めて、さっきいた、はい、うわ後ろか。あ、でも勝ったわ、味方ナイス。お、いいね、お、いいね、いいね、ワンツーフィニッシュでしょ。いや、ショットガンの回早く終わってほしい。さあ左から、ちょっと、まあ、ハンドガンでいいかな、もう俺ショットガンの回をハンドガンでいこう。お、待って、味方やられた、いたいたいた、はい、豆鉄砲、豆鉄砲ダメだ。いや、こっちやばいな、詰められんじゃない、頭、もう一人の味方に。で、うわ、もう追いつかれてるよ。そうだよね、狭いんだよね、ちょっとフィールドが狭いから、打ち合ってたらすぐにもうがっつり入れられて、打ち合ってたらね、すぐにお疲れんだよな。ひぃ、これまたショットガンじゃないの。きっつ。いや、これなんだこのショットガン。もう知らないわ、これ。M2 とか。いた、いたいたいた。え、ここ当たんの？あー、こっちにも展開してたから。つうか、ここでショットガンこんなに当たんの？相当だな、ショットガン。絞られすぎでしょこれ。なんか結構 FPS のショットガンって中距離だったら何発撃っても大してダメージ与えられないみたいな印象あるけど、コールオブデューティーのショットガンはかなり遠距離でも強いな。マジか、これショットガンなの本当に。これハンドガンでいいわ。もう豆鉄砲なんだよな、でもこれ上にいるよね。はい、あ、火炎瓶、これよく見ないで投げたんだけど、あ、どこどこどこ、いや音がね聞こえないね。よし、いた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 、おお、アシスト、ナイス、味方ナイス。
あ、ここから。これで当たんだもんな。さあ次。お M4A1 いいね。あ、結構あれだね。カスタムしてるけど、ね、これ、ホロサイトとかついてないの？これ。どこだ？敵が見えないぞ。あ、いた！目の前じゃん。うわ、マジか。負けた。いや、M4 の、ちょっとあれか。頭狙いすぎたな。しかも負けた。頭狙いすぎて、結果当たらずみたいな。このデューティーね、体でも結構即死だからな。あんまり意識して頭狙わなくてもいいかもしれない。なんか別ゲーでね、頭狙いすぎてるせいで。このゲームでも頭見ちゃうんだけど。体でもまあまあ、おっと、グレネード。グレネード避けて、それから、撃っていく。無理やりリコイルして、リコイル制御っつうの。お、あっちはあっちでやってくれた。ほぼほぼ、ワンオンワンだね、これ。さあ、武器チェンジして。マッチポイントかも。うわ、ハンドガン戦か。ああ、まあ、こういうのもね、いいね。ハンドガン戦。うん。左側で戦ってるってことは、相手は、味方の方を、注視しているんで、右側から距離を詰めていく。お、いた。あ、気づいてないな。これを、サクッと、さあ、押して、さあ、もう一人。いいね。あ、そうか、マッチポイントだったのか。デザートイーグルで、サクッとワンツーキルして、勝利ということでね、今回、勝利でございます。いや、ハンドガン戦あるのは結構いいかも。なかなか楽しいですね。さあ、じゃあ次のマップ、行ってみましょう。まあ、アルファテストね、モードが1個しかないんで、ひたすら2対2をやるしかないんだけど。ちょっとね、そろそろね、別のモードもやりたくなってきたね。なんか、次のベータテストの時は違うモードが出てくると思うんでね、まあ、それを楽しみに待つとしましょう。で、早速、第1戦目は、ハンドガン。豆鉄砲ですね、これ。豆鉄砲で戦う。HK か、これ。で、索敵するが敵がいない。どこだ？おっと、味方やられた。そっちか。さあ、ガンガン進んで。どこだ？いた。負けた。またジャンプショットだよ。ハンドガン持ってる人絶対ジャンプショットしてくる。イエーイつって。ジャンプショット、ヘッドショット。さあ、M19 持って。モロトフ。モロトフっつうの、これ。あ、いたね。右入ったかな？上から、ちょっと上取っといた方が良さげな。いる？そこ。あっと、味方ナイスだね。どこだ？敵がいない。お、そっち？グレ投げて。あ、いいね。味方ゲー。完全に味方ゲー。おぉ。もうなんか、すぐ走ってきたぞ。撃たれながら走ってきたぞ、こいつ。で、モデル680、ショットガンか。いない。左行こう。あ、上説ある。なぬ。お前一人だ、だって。いや、そっちいるよな。なんか、逆側からも音が聞こえんだけど。いた！はい。さあ、もう一発撃って。あー、やっぱ、そっちか。挟まれてたかな。うわ、めっちゃケツ。がっつり撃たれて、後ろから。さあ、気を取り直して、モデル680を持って、左から攻めていく。いた。はい。一人やってく。で、もう一人は？お？いた！よし。至近距離で思いっきり入ったね。股間に一撃。まあ、ショットガンだけめっちゃ上空におでん。何これ。
ブルーバップ系か。もうこの銃分かんないな。あ、いたいたいた。はい、ヘッドショットしていく。この銃結構ね、使いやすいね。レッドドットサイトで。あ、右にもいる。はい、倒していく。サクッと。この おでん強いね、おでん。なんか、コンビニに売ってそうな名前の銃。使いやすいし。しかもこのサイトあれか。倍率かな ?2 倍かな倍率スコープで。サプレッサーもついて、味方が速攻やられた。あの、開幕の、このね、木の板。ここから顔出して撃つと、絶対なんか、すぐ蹴りつくんだよな。いや、わかんないな。いたいたいた。あー、もう、一回覗きやめたのは良くなかった。思い切りが悪いわ、今のは。もう気持ちの問題だよね、今負けたのって。さあ、気を取り直して、エールは、あ、ちょっと待ってよ。これは今回ね、これがあるんだよね。はい、一発撃っていく。これが気持ちいい。まあ、なかなか当たんないんだけどね。あ、いたいた、今入ってた。で、味方が倒してくれたんで、ラス1。いた、はい。サクッと倒してラウンド取っていく。4-3。結構いい勝負をしている。相手もあれだね、こっち見たね。あ、みたいな。右か、みたいな感じだったね。で、覗いて、ロケットランチャーをね、打ち込んでいきたいが。まあ、こういうのな、もう、決め打ちでしか打てないわ。見てから打つんじゃ遅すぎる。右。うわ、ちょっと待った。うわぁ、見失った。まあ、味方もやられたか。ラウンド敗北。4対4。めっちゃいい勝負。あ、なるほど。これか。おぉ。いいね。美味しいね。AUG。アイアンサイトの AUG。あ、見えない。右。右から、上の、あ、いた。今いたね。今度右だ。今度どっち?グレネード投げて左から、見ていく。突っ込もう。さあ、突っ込んで、一人やって、あ、奥、覗いて撃つ。あ、危ない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 。危なかったな、今の。一人だとぴょん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 跳ねてるのか。もうなんか腰とか、その辺打って勝利。で、マッチポイントか。武器チェンジ?いや、違うか。AUG そのまんまか。さあ、マッチポイント。どっか覗いて、あ、やめと。もう危ない危ない危ない。相手の、おっと?左と右から攻めてくる。さあ、左打って。で、右いるよね。痛い痛い痛い。で、もう一人。やっていく。なんとか勝利。危なかった。なんか目の前が灰色になってたから、必死だったんだよね、これ。なんとかね、階段使って、遮蔽物使って、有利ポジションからの射撃で勝利していく。さあ、そんな感じで。このマップね、結構面白いかもしれない。このマップと森のマップが好きかな。さあ今日はこんな感じでね、まあ、次のベータテストまで待つということで、以上です。また次の動画でお会いしましょう。